はい、どうも、秘密消防神総帥ハッチーでございます。今回はね、またキャドットの、募集予定場が出ましたと。もうすぐ、募集確定場ってことでいろいろ情報が出てくるんだけれども、とりあえずその前に血統表見てバーバーバーって全部見てね、例えばお母さんの何歳の時の産駒だとか、近親がどんぐらい走ってるだとか、お母さん自身は おばあちゃんから何歳から生まれたのかなとかね、その辺ね全部チェックしたわけですよ。そんな中で今回2頭ずつ動画作ってきて、これがもう5本目になるんで、これで10頭分、9頭目と10頭目の紹介ってことになるんだけれども、この紹介した順に、体のサイズですね、側尺とか、あと厩舎、例えば上が走っててそれと同じ厩舎に入るとかね、お母さんと同じ厩舎に入るなんていうのはプラス要素とかね、いろいろそういったところをチェックしつつ見ていこうっていうことで、今回、9番目と10番目の紹介したいと思います。今回の9番目が、ロスバイセの20ボバですね。父北サンブラック、母ロスバイセ、母父シンボリクリスエス、近親バイトブリック、兵庫チャンピオンステークシップ2着ということで、この馬のね、三代母、ひいおばあちゃんがソニンクという、ソニンクの品系結構好きなんですよね。プラチナブロンドってね、一口持ってて、その産駒を今年母優先で取りたいなみたいな話もね、もうすでに動画になってたりとか、ソニンクの品系ってことで言えば、ロジユニバースなんかね、ダービー馬出てますし、このダービー馬が、ほぼ地元の、馬主さん、多分馬主さんの中で一番近くにお住まいだったりすると思うんだけれども、そうだな、行きつけのっていうか、実家の最寄りのね、知り合いのガソリンスタンドを、路地の馬主さんも利用してはってね、それで僕がガソリンスタンドのね、顔なじみの店員さんと話をすると、路地の馬券買ったとか買わないとか、そういう話するんですよね。そんな中なんで、ソニンクの品系っていうのはすごく気になるところ。なのでね、ちょっとこれは馬は母優先持ってないんであれですけども、サンデーの 3×4 というクロスもそうですし、この馬のね、お兄さん、2番子にあたるこの現2歳の兄もね、新馬勝ちをしたということを考えると、ちょっとね、そのせいもあって、アワブラッドなんで人気しそうなんですが、チェック対象としてね、9番目、このぐらいの順位では、こんな人気すんじゃ無理かみたいになりそうなんだけども、一応チェック対象には入れておきたいと思います。そして10頭目がウィープノーモアの20牝馬、父クオリティロード、母ウィープノーモア、母父マインシャフト、お母さんはアメリカの G1 バッシュランドステークスを勝った馬です。その初号で持ち込み馬ということで、ノーザンファームさんね、結構こうやっても最近繁殖牝馬世界中から買い漁っているわけですよ。G1 1勝なんて珍しくもないっていうところで、日本への適性どうかなということなんですが、現2歳だったかな、この世代でね、お母さんの弟がですね、ダートとはいえ日本で新馬勝ちしてるんですね。ということは、少なくとも日本のダートには適性がある血統とも言えるだろうということを考えると、これは狙っておきたい。しかもね、牝馬ですから、この後のね、アワブラッドって点でも、狙っておきたい品系かなと。この馬の下、2021年は現搭載がですね、ドゥラメンテ産駒なんですが、少なくともセレクトセールの搭載セクションでは出てこなかった。来年出てくるかもしれないし、この品系はキャロットでってなるかもしれないんですが、今のところは少なくとも、出来がいい産駒はセレクトで売っちゃうよ的な繁殖牝馬ではないっていうあたりもね、ちょっと心強いところですよね。一つ検討対象にはしておきたいと思います。これがね、例えば下がセレクトセールで搭載セクションでね、出ちゃったりすると、例えば僕が出資してた馬だと、ミッキーアイルのお姉さんの夜空に願いをって思ってたんですよ。そしたらね、ミッキーアイル、下がね、セレクトで売られてしまって、そういう馬は走る、僕が出資した馬は一生したんだったっけなとかね、そんな感じでね、繁殖牝馬の扱いによってね、どうかなっていうのもすごく気になってきてしまうんで、少なくとも現搭載のね、弟が売られてないっていうのは一つまだ少し頼りになるポイントかななんていうふうに思っています。ですのでね、こういった形で、今回の9投目10投目は狙っていきたいなというふうに思っております。またね、今後もこういう狙っていきたい馬っていうのをチェックしていこうかなとは思うんだけども、一応10投出たしね、あんまりやってもっていうのと、
まあ、10頭に入れるためになんとか元候補いたんだけども、そこの、ね、候補に入れてた馬たちがいまいちピンとこないんで、まあ、一旦ここで一区切り、まあ、このまんま、まあ、その後、ね、結局別の馬を狙うかもしれないんだけども、このまま一応牧秀確定馬っていうのは待ちたいと思います。以上ハッチーでした。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。